こんにちは、ヒューマーゲームズです。今日はドラゴンボールでズノバースを実況していきたいと思います。まず孫悟空スーパーサイヤ人ゴッド SS のクエストで、クエストの名前はぶちまかせ超元気玉です。早速やっていきます。師匠破壊神ビル、はい、で僕の顔はこれですありました。やっていきます。さっき言った通りに SS ゴッド SS の悟空でいきます。で SS ゴッド SS のベジータでいきます。次にゴッドでいきます。で来ました。ここはあの貝の名シーンですね。万人分純粋の声のさあっていうのが、ショッカーみたいな声ですね。なんかちょっとうわーちょっとペンチになってきましたね。あ、やばい。やばいです。グラッチな。な。あー、いかれちゃいましたね。あー、食らっちゃいます。まあ、もったいないけどね。あ、さよなら。あー、いつ殴ってやりますか。ちょっと顔がひどかったです。ベジータの登場です。カカロット、俺が何とか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様だ。地球のバカ軍を選択しろ。ゴリラですね。宇宙の運命をかけた戦いになる。応答だ。気がついたらベジータが2人いますね。
らが揺れてるみたいです。歴史の改変が起こりましたら、どれくらい？まだ歴史の改変が起こしてね、こんな痛い来ました。嫌です。面白い展開を期待したのもがっかりだ。まあクリアできたのは嬉しいけど、自分の勝手だなと思うんですが、明日クリアなしと。フュージョンでもやってくれる人募集中です。では、さようなら。